浅羽咲太郎から1910年9月25日は、日本の医師、特使家。ベトナムのドンズー運動の指導者だったファン・ボイ・チャウを支援したことで有名である。1867年、遠江国産米軍梅山村にて生まれた。助、喜太郎の父、義喜は神社の神職だったが、戊辰戦争で官軍に加わったことをきっかけに、軍人に転向した人物だった。助喜太郎は、東京帝国大学医科大学卒業後、神奈川県小田原市神津町と故郷の東、浅羽村にて医院を開業した。生来、困っている人を見ると助けずにはいられない性分で、貧しい患者から、決して金銭を取ろうとせず、むしろ金銭を施したほどであったと伝わっている。慈善活動にも熱心で、神奈川県立第二中学校や、前羽村の消防団設立にあたって多大な寄付をしたほか、前羽村や神津町の小学校で校医を務め、前羽村小学校に風琴を贈呈するなど、地域発展にも力を尽くした。1907年、故郷、東浅羽村に帰っていた浅羽は、道端で生き倒れになっていた、フランス領インドシナの民主主義運動家だった、源安信家を助けた。そして、源に対して、東京同文書院への入学手続きや学費まで支払い、金銭的な援助をした。これが同じフランス領インドシナの民主主義運動家、ファン・ボイ・チャウの耳に入り、二人の交流が始まった。ファンは1905年に来日し、犬飼毅の支援を通じて、ベトナムの青年を大日本帝国に留学させる、ドンズー運動を起こしていたが、この頃になると、金銭的に苦しくなっていた。浅羽は、そんなファンに対し、1700円もの大金を提供して、ファンを助けた。二人の交流は、日仏協約の締結による、ベトナム人留学生の国外退去命令が出された1909年3月まで続いた。ファンの退去時にも浅羽は歓待し、二人で互いに再会を約束し、フランスの外圧による、国外退去命令を推進した大隈重信や犬飼毅を酷評したと言われている。浅羽は病弱であり、当時不治の病だった結核を長年患っていた。加えて1910年8月に東浅羽村を大洪水が襲い、被災者への心労が加わったことも病状を悪化させた。洪水の翌月の1910年9月25日、東浅羽村の自宅で死去。43歳没。中国で浅羽の訃報を知ったファンは、1917年5月に偽名を使って大日本帝国に密入国した。翌1918年に3度目の訪日をし、東浅羽村の村長、村民による金銭的援助もあって、浅羽咲太郎への訪問の記念碑を常林寺に建立した。石踏みは高さ 2.7 メートル。幅 0.87 メートルの大掛かりな石碑で、以下の文言が漢文で刻まれた。文中の扶桑は、漢文において、日本を指す語である。我らは、国難のため扶桑に亡命した。公は我らの志を憐れんで、無償で援助してくださった。思うに古今に類いなき義教のお方である。ああ、今や公はいない。僧帽たる天を仰ぎ海を見つめて、我らの気持ちを、どのように、誰に、訴えたらいいのか。ここにその情を石に刻む。豪空たり古今、義破中外を蓋う。後破世、すこと天の辱、我破樹、来ること海の女子。我が菓子、未だせえらず、後破我を待てたず。悠々たるなり公の心派、それ億万年。大正7年3月、越南幸福街道人日越国交樹立40周年と、なった2013年に放送された日越合作ドラマザ・パートナー、愛しき100年の友へで浅羽とのファンの交流が描かれた。ベトナム社会主義共和国トゥアティエンフエ省フエのファンボイ・チャウ記念館には浅羽の没後100年を記念した日本とベトナムの友好の日がある。浅羽の出身地の静岡県袋井市とベトナムは友好関係を築いて交流している。ありがとうございます。